フランス映画、ケデグロネルのロケーション撮影。フランスは、パリにある、パリ東駅にて、1950年春に撮影。CBS のアンカーマンであるダン・ラザーの、冠無理番組による、ロケーション撮影。2005年1月3日、インドネシアは、スマトラ島のバンダーチェにある、スルタン・イスカンダルムダ空軍基地にて、アメリカ海軍の国際移住機関に関係する。 活動について取材している。ロケーション撮影とは映画やテレビなどで撮影所や放送局の外部で行う撮影を言う。ただし単語、ロケーション自体に同じ意味がある。日本語ではロケと略称されることも多い。類義語に野外撮影がある。本校では現場の責任者に無許可での撮影を意味するゲリラ撮影についても解説する。 撮影用のセットを作成して、屋内やスタジオで撮影する方法に対し、実在の風景や場所、店舗など撮影する従来の撮影を区別するためのレトロニムである。ロケーションあるいはロケとも言う。ロケを行う場所を探す行為のことはロケ班と呼ぶ。NHK 民放キー局ドラマ制作会社がある東京都内ではテレビドラマなどの映画スタジオがある。 京都市と周辺の京都府亀岡市や八和田市、滋賀県美和湖畔などで時代劇映画や2時間ドラマなどの屋外ロケーション撮影などが頻繁に行われている。なお、実在の建物や風景を利用する場合も架空の店名に書き換えたり、電柱の住所表記を架空の住所に変えたりするなど、撮影場所に迷惑がかからないよう配慮しているが、 かつては実在の店舗などをそのまま利用した撮影が多かった。一部の映画ファンやテレビドラマテレビアニメ、漫画のファンの間ではロケ地を実際に訪ねて歩くことが趣味として行われており、そのようなロケ地紹介サイトも複数ある。このようなファン行為を一部では巡礼、または聖地巡礼と呼ぶ。ロケーション撮影のうちロケ地の権利者や 責任者の許可や同意を得ずに強行する撮影を戦争におけるゲリラになぞらえて日本語ではゲリラ撮影という業界では略語ゲリラも通用している許可なしに黙って物事を行うことを意味する黙ってにやその略語である黙はゲリラ撮影の上位語にあたるありがとうございます